ちは。こんにちは。さあ豊さん、今日はパリーグの月間総評です。生まれてさ、はい、こんなに喋るとは思わなかったもう解説者とかさ、はい、こういう YouTube とかに携わると結構喋るよね。結構な分量喋ってますなあ、はい、まあ、頑張りますか。頑張れますか。頑張ります。まあ、前回のセ・リーグも1時間近く喋ってましたけど、はい、あ、そんなに経ってた。そうなんです。あ、そうか、はい、なので、まあ、パ・リーグも、まあ、時間忘れるな。本当ですか。今結構喋るなって。大丈夫ですか。時間忘れるな。時間忘れますか。血糖値大丈夫ですか、はい、ということで、まあ、5月2日から5月28日までの5月の、はい、まあ、月間総評して、ここから読み取れるこう上がっていくチームだったりとか、こうすると6月上がっていくよっていう後押しになるような各チームの総評をしていきたいと思います、うん、はいはい、まずはちょっと順位表なんですけれども、おさらいね。はい、おさらいです。はい、5月の28日現在はロッテが首位、 1.5 ゲーム差でロッテが首位、続いてオリックス、はい、そしてソフトバンクで、4位に日本ハム、まあ、はい、ちょっと上と8ゲーム差あるんですけれども、うん、で5位が西武、そして、はい、最下位が楽天という順位になっています。これ実は1ヶ月前どうだったかと言いますと、うん、1ヶ月前の首位はオリックスでした。まあ、今もそんなに離れてるわけじゃない、ね、うん、そうなんです。 1.5 しか離れてないので、はい、でまあ、2位がロッテだったと、はい、で3位が西武、はい、西武は結局3位から現在の5位まで駆け下りる形になってしまったっていう。駆け下りるなんか駆け下りるというよりも足滑らせたような感じだよね。あのトトトトトッと転げ落ちていってしまったという状況です。でソフトバンクが、まあ、4位だったのが3位に上がったと、はい、で楽天が5位だったのが最下位になり、はい、それから日本ハムが最下位だったのが4位に上がってきました、はい、というこの順位。まあ、そうだね。まずどう見てますか、この順位1ヶ月間でこう変わったというのは。まあ順当かなと思うよね。お、うん、まあ、順当。ロッテから言うと、はい、やっぱり野球を支えるのはさ、ピッチャー、はい、そのピッチャーがやっぱ安定してるもんね。そうですね、うんうん、まあ、先発の小島、はい、やっとなんかここのところ援護点がもらえるようになって、うんうん、ようやく勝ちがつくようになったしね、はい、で、まあ、西野もいいし、はい、で上げていくと、まあ、結構いますよね、まあ、種市とかもいいし、はい、だからまあ安定してるし、まあ、中継ぎ、まあ、西村とかもいいし、点やってないしまだね、うん、はい、松田が安定したのが大きいよね。最初沢村とこう併用でやってたんだけど、抑えはね、でも増田がこうまた安定してきたなっていうのを感じさせてくれるし、うん、はい、でメルセデス、はい、勝ちはつかないけども、うん、ゲームはしっかり作ってくれるしさ、あの加入してよかったですね。ね、はい、で中継ぎ勝負になったらなかなか点やらないしね、ロッテの中継ぎはね、うん、はい、だからそういう意味では投手陣がやっぱ安定してるという、ね、うん、そうですね。月間のやっぱ防御率も一番いいですし、はい、一方対照的なのがその3位だった西武が5位に落ちた。西武行く？はい、なんかあの最初ざっと順位だけ、はい、あ、なんか話しきっちゃったな、ロッテは。いやいやいや、あとでちょっと詰めてみて。西武は、はい、まあ、自慢の投手陣がやっぱ機能してないよね、先発投手陣が特に。そうですね。あの高橋光成頑張ってんだけど勝ちがつかないとかさ、はい、今がよしと思ったらやられたりだとかさ、はい、松本もそういう状態、隅田はもう抹消されたっていう、はい、だから、まあ、確かに素材だけを見たりだとか、まあ、今までの功績を見ると、まあ、投手王国になったなっていうふうには思うけども、うん、春先からずっと安定して勝ち星がついたりなんだかんだしてるのは平良ぐらいしかいないよね。あの先発転向になった。そうですよね。そう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 、だから他の先発投手陣がやっぱ勝ち星がつかないっていうのは、うん、次の登板の力みにつながって悪循環を起こしてるというかさ、はい、まあ、そんな感じがするんだよね。そうですよね、うん、あとやっぱりそれと同時に打の方も調子を落としていってしまったという、まあ、おかわり君がすごく頑張ってたんだけどさ、うん、年齢的なことは考えるとそんなに負担かけられないもんな、はい、渡辺健人というのが上がってきて、うん、まあ、5月の末の方から4番で使い出したけどもね、はい、まあ、これがどうなのかっていうこともあるし、うん、そうですね、はい、また後で詳しくそこら辺聞いていきたいと思います、はい、で日本ハムが最下位から4位。よくやってるよ、はい、これ隠れて、うん、ね、いるけども、うん、先発投手陣はある程度ゲームは作れるだろうなっていうのは分かってたと思うんだけど、はい、なか
担ぎ陣が頑張ってるよ。そうですね、中継ぎ後ろが一生懸命頑張ってますよね。中継ぎはいいんだよ、はい、それと田中正義を抑えにしたっていうことが、はい、やっぱいいよね、はい、うん、まあ、失敗もあるけども、うん、まあ、だけどそこにつなげばっていうようなね、はい、一応その目安は立ったよね。そうですね、うん、チーム防御率も現在ロッテに次いで2.95 まで、いいんだよ、はい、これ隠れてるだろう。隠れてるんですかね。隠れてないのか、2位なので踊りは出てはいるんですけど、そうピッチャー陣がやっぱり良くなってきたっていうのも大きいんでしょうね、はいはいはい、じゃあまず現在1位のロッテからちょっとまた見ていきたいんですが、はい、やっぱりロッテ、豊さんおっしゃっていたまずピッチャー陣がまあ安定してきてるし、そんなに崩れないよね、はい、だからまあやっぱりゲームを作れるよ、うん、そんなにゲームを壊すようなそんなのがない、はい、でいつも9回までやって戦える状態をずっと常にキープをする、うん、そしたらその中で逆転もあれば逃げ切るっていうこともあるということだよね、はい、うん、だから非常に安定してるというか、そうですよね、すごいとは思わないけど、ものすごく中間レベルから一番上のレベルの間ぐらいの状態をずっとキープできているというかさ、うん、いいことですね、うん、だからこう中間のレベル と上のレベルのこの間ですね、もう間ぐらいでずっと推移しているという、それやっぱり吉井監督っていうところもあるんですね、まあ、ブルペンで使って中継ぎ行ったと思えば、ね、ゲームがないと思えばね、先発投手陣大島とメルセデスをつないで2人で賄う、はい、もうブルペンは休みだよ、うん、だからそういうもうね、吉井監督は憎いな、うまいですね、うまいしやっぱ大胆だしな、ピッチャーに対してやり方が、その今防御率が 2.68 とやっぱりパリエビッチなんですよね、はいはい、だからまあそこら辺のそのピッチャーをどう使っていくか、うん、どこで差し込むか、はい、まあ、そういうことはもう百戦錬磨というかね、うん、うまい監督だよね。そうですね、で5月の終わりにあの佐々木朗希投手が戻ってきました、はい、でいない間もやっぱりキープできてたっていうのはさらにまたグッと上がるよね。そうですよね、佐々木朗希休んでたんだなって思っちゃったもん。そうなんですよね、そういえば何か足りないなみたいな。そうなんですよ、佐々木朗希だったんで、はい、いなくてもこの位置に入れたっていうのは大きいですよね、うん、あと打の部分ではどうですか、豊さん。あの一番に池田、はい、ライトが入ってきて、はい、いいよね、うん、ホームランを打つ出塁率はいい、はい、3割5分4厘、はい、5月で、で中村が悪かったんだよ、はい、キャプテン、うん、もう全くみんながいいのに一人でブレーキそうでしたね、ずっと。でも5月が3割4分3厘、はい、月間打率2位です、はいはい、だから非常に上がってきたし、はい、で安田3位ですか、ね、3割飛んで9厘、はい、だから非常にこうバッティングが安定してきたのと、ここのところポランコを4番に使ったりするケースがあって、はい、ここに4番ポランコが当てはまって結果をしっかり出してくれると、これはね怖い打線になるよ。お4番のポランコに6月期待したい。いやこれはね、うん、茶谷とか、はい、そういう選手が4番を打ったりだとか、うん、いろんな人を4番で起用したんだけど、やっぱりね柱、はい、軸、これはやっぱり必要だよ、うん、まあ、サブローというね、はい、つなぎの4番だって言われた人は過去にいたけど、つなぎだろうが何だろうが4番から定着してたからね、4番を、うん、そうですね、そうそうそう、うん、だからつなぎだろうが何だろうが4番っていうのはやっぱ打線の軸だからさ、はい、だからポランコがここら辺を賄ってくれれば、はい、これはやっぱりいい打線になるよ。やっぱポランコは4番に置いてた方がいい。やっぱり一発のあるバッターを4番に置いといた方が、はい、1、2、3とつながってきた時に、うん、やっぱ相手は怖いよね。そうですね。でポランコは5月2割3分2厘、はい、まあ1割ちょっとだった打率が上がってきたし、うん、まあ、5月だけで4本のホームラン、はい、まあ、14打点という、うん、だからまあこのまま調子を上げていって4番に定着してくれると大きいな、まあ、チームとしては嬉しいでしょうね。嬉しいよ。そうですよね。でまあ岡、はい、岡選手、まあ、やっぱりあの調子いいしね、岡広、はい、打率はあのランキング上げてきました、広見ナイトというね、はい、まあ、今年も見せてくれるのかに、はい、まあ、そのバッターが2割8分、まあ、足が速い4盗塁というね、はい、うん、まあ、足でもかきます、ね、まあこれ考えると荻野、はい、藤原、うん、高部、はい、残ってんだよ。そうですね、そう、怪我、ファームに、そうです、4月に活躍したメンバー治ったって、治ってないだろっていうぐらいいや、まだ治ってないはずだっていうぐらい今状態がいいんだ、はい、いや、だからまあこれはね、上がってくると思うよ。
あとやっぱ田村が被る、うん、やっぱ安定するんだよ、はい、それに触発された佐藤だとか、うん、そういう人間たちがやっぱいいリードを見せる、はい、非常に一体感を感じるし、うん、今のところはいいよね。チームのまとまりとしてはいいですよね、はい、さあそのロッテを追うのがオリックス、はい、まあ現在で 1.5 ゲーム差とそんなにゲーム差はないんですけれども、うん、首位と2位を行ったり、まあやっぱり安定してるな、オリックスも安定してる、うん、杉本森っていうのが離脱してて、はい、やっぱ苦しかったと思うよ、うん、でもそれはねやっぱ打線のつながりだとか一体感で乗り切ったよね、はい、うん、で杉本が戻ってきたらいきなりホームランとか、はい、森がガンガン打つとか、うん、だから、まあ、そうなってくると、まあ、ロッテも調子がいいけども、はい、やっぱオリックスの方が投手陣的には一枚上かもわからない。あ、投手陣で、あ、ただ体調を壊したとか、はい、まあ、山本由伸、うん、まあ、これがどうなるのか、はい、まあ、投げるけども、うん、で宮城がその抹消されるというかね、特例で、うん、で、まあ入ってきた時に投げたら10安打されるとか、はい、だからまあここら辺からはちょっとすっきりした活躍っていうのがなかなかできてないよね。山本もゲームは作るんだけども勝ちを拾えないというか、まあ、そういうところもあるし、そうですよね、去年までの投手陣とは少し違う、ちょっと違うよね、はい、ただ代わりに山下俊平だとかね、はい、負けなしのっていう、うん、勝ち星を上げてるというね、はい、頓宮とか野手では頓宮選手あの5月の月間の打率1位3割8分ね、はい、うん、とかね、うん、まあ、若月とかもいいんだけど、はい、キャッチャーで被るよね、うん、だから森を DH にして若月はキャッチャーとか、うん、はい、まあ、そういうこともできるし、まあだけど栗林がサヨナラホームラン打つとかさ、うん、まあ、中川がその前にツーラン打って、はい、栗林が逆転のツーランで試合を決めるとか、うん、やっぱチームの一体感は感じるよね、はい、そういう意味ではね、うん、で上がってきた野口がいきなり1番で先発したらヒット打ってみたいな、はい、まあ、チームに貢献するし、うん、だから非常にいいと思う、うんうん、そしてやっぱり何よりその優勝をね、ここ、まあ、経験してるっていうのかな、はい、だからまあ経験値という意味ではすごく高いものがあるし、はい、で春先からね引っ張ってきた茶野、はい、ね、育成から支配下になっていきなり開幕で、ね、はい、出てきたけども茶野がすごく良かったんだよ、うん、でもね5月ちょっと落ちる時期があって、はい、そこから打線がつながらないんだよ。あ、でも茶野が打つとやっぱ打線がつながるという、あ、だから一つね、なるほど、ポイント持ってる選手かなって。だロッテはポランコ選手だしオリックスはじゃあこの茶野選手が、でもね茶野にねそこまでの負担はかけたくないよね、うん、でまあ5月も2割7分8厘ってまあそうですね、いい成績は、まあ、そんなに悪くはないんだけど、そうなんですよ、だから春先はねこういろんなニュース見ても茶野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 って、はい、茶野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 シャバダバですね、そう、はい、茶野がすごく目立ってて打線をすごく引っ張ってたんだけども、うん、いやここでよく茶野がヒットでつないでサヨナラに結びつけたとか、うん、まあ、そういうことがあったんだけどちょっとねパタッと止まった時があってね、はい、その時にやっぱり勝てなかったんだよ、うん、だから茶野っていうのはやっぱそういう運みたいな、はい、そういうものも持ってるのかなっていうような、ね、あ、勝ち運チーム、まあ、そう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 、はい、命運を握ってるというかさ、うん、まあ、だけど杉本が帰ってきて森が帰ってきて、うん、まあ、これから多分また巻き返していくと思う。あ、じゃあオリックスはそう大崩れすることはないですね。あ、心配はない。このままどうでしょう、なんかロッテオリックスをこうなんかこう競りながらいくっていう感じには、あ、あるある、十分可能性はありますよね。落ちるっていうことはない、ない、うん、さあソフトバンクです。ソフトバンクも1ヶ月で、まあ、4位から3位、まあ、ここもあの上と現在 2.5 ゲーム差なので差はないといえばそのないんですけれども、下位、うん、あとは川瀬、はい、下位打線において、うん、この2人がこうちょっと当たってきてるんで、はい、それが上位打線に入ってきて、はい、得点力が増えたということと、うん、一番を誰にするかっていうずっとやっぱ悩んでたと思うんだけど藤本監督が、はい、やっぱ中村を使うことによって、はい、まあ、一番っていうのが、うん、まあ、埋まったかなという、うん、まあ、そんな感じがするよ、はい、で牧原がいなくなった、そうですね、牧原の穴を埋めるのにちょっと苦労してた、はい、で牧原が帰ってきた、結果を出してくれる、うん、まあ、いい流れにはなってくると思うけども、はい、一時期は柳田のホームラン、栗原のホームラン、はい、近藤のホームラン、うん、まあ、このぐらいでしかね、なかなか点が取れない時期もあっただけに、うん、まあ、打線はやっとつながってくるかなという感じはするよね。もともとそのやっぱ底力のあるチームなので、うん、こっから上がってはくると思う、と思う、
なんか心配な点があるってことですか、つまり波があるんだよね。あ、それ去年 の、 あのソフトバンクとはまたちょっとその波ということが、だからまあほぼ優勝だったんだけどさ、はい、後半大事なところで勝ちきれなかったよね、うん、だからそういうものをちょっと引きずっちゃってるのかなっていうような、うん、そんな嫌いもするのと、はい、この前エスコン行った時にちょっと下に降りててソフトバンクの選手がいたんだけど、はい、ちょっと重いな、重い、空気重かったですか、うん、というのはやっぱこんなはずじゃないっていう選手ばっかりなんだよ、うん、多分成績的にもチーム的にもね、はい、だからその責任を果たすためにちょっと必死にやらなきゃいけないっていうものがすごくなんか重く感じたんだよね、うん、あ、逆に重く苦しい雰囲気なの、うん、もう少しちょっと明るくやった方がいいんじゃないっていう、うん、別に責任は、ね、終わった後に取ればいいから、はい、いや今からものすごい重い責任を持ってやる必要はないぞみたいな、うん、もっともっと楽しくやれみたいなっていう感じの方が、うん、まあ、ソフトバンク的にはいいんじゃないかな、らしいけどね、俺はね、うん、あとね、野手で言えばね、近藤が頑張らないの、あの3月4月良かったんですけどね、最初の出だし、うん、まあね、でも5月は2割飛んで8人とか、はい、やっぱあそこら辺がやっぱつなげなくなってくるっていうのがやっぱあれだな、それ疲れですか、まあ、疲れもあるだろうな、気づかれもあると思う、うん、まあ、新しい WBC 行った、その緊張感のまま開幕を迎え、結果は良かったけども、だんだんその疲れが出てきているというかね。でもまあ新しいチームですもんね。まあ、そう、はい。ただまあやっぱり柳町を使えば結果を出すね、うん。まあ柳町選手いいですからね。5月月間打率4位で。はい。で投手部門なんですけれども、ソフトバンクは現在5位というところで防御率 3.13、うん。やっぱあんまり良くないよね、うん。見てるとね。はい。うん、まあ、これは、まあ、千賀投手もいないということを言ってもしょうがないんですけれども、藤井投手だったりとか、まあ、斉藤コーチになって、はい、斉藤コーチって逃げるピッチャーじゃなかったし向かっていくピッチャーだったので、はい、まあ、それを注入しようとしてるんだろうけども、うん、向かっていって返り討ちにされてるピッチャーっていうのはたくさん見てるんで、いやいやここかわしといた方がいいよなっていうところも向かっていくんだよ、はい、まあ、そういうところもあるし、まあ、状態的にはやっぱ先発ピッチャーもそこまでいいとは思うピッチャーいないしね、そうですね、うん、そうですね、今までのソフトバンクのイメージか、まあ、絶対的なピッチャーがいないんだよね、うん、まあ、その中で和田なんかも本当頑張ってるけどね、そうですよね、ベテランの、うん、一番ベテランの和田投手が、ね、はい、2000投球回を5月にしたけどもね、はい、和田の東浜もどうなんだみたいなね、うん、なんかその安定していわゆる絶対的なエースっていうピッチャーがっていう、だから力があるのは藤井なんだよね、うん、藤井がやっぱボールに力があるし、でもなんかやっぱこう勝たなきゃいけないというプレッシャーが強すぎて、うん、はい、腕が振れなくなる時あるし、はい、で大関が投げてる時に援護点がないしみたいな、うん、悪循環ですね、まあ、悪循環は悪循環なんだよね、うん、だから大関なんか本当にね完封完投負けみたいな、まあ、そういうこともあるしだから結構フル回転で頑張ってるんだけど、はい、勝ち星に恵まれてないという、ね、うん、確かに、だからモイネのオスナ、はい、完璧だけに、そうな8-9、いやだからそこまでつなぐのにね、やっぱここまでソフトバンクが苦労するかなと思うぐらい、はい、まあ、苦労してる、そうですよね、これここからソフトバンクがまた状態上げていくにはこれまあ一つそのキーになるような選手だったりとか何か気になるポイントだったりとか、まあ、藤井も今年から先発だし、はい、大関もまだ若いしね、うん、でも和田にそれを耐えるのも落とし的にって、はい、まあ、やっぱり東浜だろうな、東浜投手、うん、東浜も頑張って頑張って投げてるんだけどさ勝ち星がつかないとかね、うん、だからまあ悪循環を起こしてることは確かだよね、うん、でバッターでいうとやっぱ近藤選手のもう一回、まあ、柳田がいいだけにね、うん、で栗原も打点を上げたりだ、はい、やっぱ近藤が本当は2番の予定が3番になっちゃったしな、はい、いや俺3番みたいなそうですね、はい、まあまあだけど、まあ、3番でも打てるバッターだからね、はい、近藤待ちかなっていうような気もするけどね、うん、まあ、下位打線っていうのは下位も当たってきてるし、うん、だ非常にいいんだけども、まあここら辺を当てにするというかさ、はい、それよりはやっぱ近藤もうちょっと打ってよみたいな、うん、お金払ってるのかなみたいな
まあ、そんな感じかな。それで高額になってますからね。まあ、あとはねデスパイネをどうしようかっていうぐらい、そう、また話が ね、またあるんだよね。これそれだけちょっと打線が、いやだから外国人がダメなんだやっぱ当たんないんだよ、うん、そうか、うん、大体外すねあそこは。なんでだ。いや本当にデスパイネグラシアルまでは良かったんですけど、ね、いやデスパイネはロッテが連れてきたんだ。そうか、それで取って。そうよ。そっか、だからオスナもそうですもんね。そうよ。ロッテソフトバンクラインができてる。何ですかね、そのタイプは。いやだからやっぱ強い時ってデスパイネ・グラシアルとか、うん、そういう外国人が良かったもんね。良、うん、かったですね、うん、だから今いないからやっぱ破壊力という意味ではさ、全く昔と比べると比べようものにならないよね、うん、はい、ちょっと落ちてない、ね、怖さがないね、うん、そこですよね。だからデスパイネ選手も本当にね、はい、取ってくるのかっていうのがありますけども。さあ4位日本ハムです。よく頑張ってんな。はい、日本ハム、いやピッチャー頑張ってるよ。現在2位です。防御率、加藤はフォアボール出さないし、はい、ね、言ったっけ、なんでお前もコントロールいいんだって。よしろな、いやコントロール別に良くはないですよって、うん、じゃあなんであんなに少ないの。いやもうストライクで勝負しに行ってるだけなんですよ。でもそれを少しずつタイミングを変えたりだとか、まあ、初球の入り球だけ初球から打ってくるの分かってるんで、はい、ちょっと神経使ったりだとかしてますけど、うん、いや打たれてももうしょうがないですからって。へえ、うん、だからもう居直りがすごい。だそれがやっぱり月間防御率 0.30、 これもトップなんですけど、それに反映されてるってことなんですかね、うん、だから監督と話してフォアボールだけはやめようねって、あ、じゃあやめますって言ってどんどん勝負いくようになったらしいんだけど、フォアボールも2つしか5月与えてません。そうそう、で次に気をつけていることが低めに丁寧に投げるっていうことだ、うん、それだけです。シンプルですね。何よ、お前遊んでんのって言ったら、うん、遊んでませんとか、うん、全くもう夜も出なくなりましたって。あ、じゃあもう野球に結婚してからね、はい、野球に専念できる環境で、うん、結婚するまでは結構すすきのであったりとかしたから。ここでバラしてる。いやいや、まだ結婚するまでがいいですよ。いやだから、うん、でも今だから、まあ、まだの出てんのって言ったら、うん、全く遊んでませんよって。結婚して落ち着いたパターンの選手ですね。そう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 、いい、いいパターンですね。いやいや、だから非常にねいいこう落ち着き方をしてるよね。そうですよね。まあ、続いてあと伊藤大海投手、上沢投手、はい、あとあの加藤投手がやっぱりこの先発に回ってきたりとかも、うん、これって当たってますか。加藤、あ、加藤じゃないや、教授、北山、あ、北山、はい、いいね、はい。教授な、結果出してますもんね。まあだから加藤でしょ、はい、噂は、はい、伊藤大海投手、はい、鈴木、はい、北山投手、はい、まあ、伊藤なんていうのはずっと勝てなかったけどね、うん、まあ、5月2勝1敗、はい、ね、防御率1点だ。うん、まあ、噂は1勝2敗、はい、まあ、完封はしたけど、うん、いいピッチングしてたんだよ、うん、先頭球回の時に、はい、勝てなかったね。一発のホームラン2対1。うわー、もったいない。もったいないんだよ。だから打ってあげればいいんだけどさ。そうですね、うん、で、まあ、鈴木が5月の頭の方は疲れてたんだよね、うん、やっぱりやったことないから、ローテーション守るなんていうのはしたこともない、見たこともない、うん、いやだからちょっと疲れてたんだけど、まあ、疲れが癒えてからまたいいピッチングに戻ってね、はい、うん、まあ、一緒に入ってね。あと豊さんがその最初に言ってた田中正義投手、はいはい、後ろがもうあの定まった、まあ、去年はなかなか後ろがっていうところありましたけど、はい、まあ、そうだな、はい、うん、まあ、だけど、まあ、これは慣れていって経験を積ます、まあ、それが一番だし、はい、経験を積まさなくてもあれだけのボール持ってたら抑えるだろうっていうボールもあるしね、はい、非常に頼もしくなってる。おお、だからやっぱピッチャー陣いいので防御率月間2位でやっぱり4位に浮上していくっていうことになるんですよね。まあ、ダム、ね、はい、部分で野手どうですか。マンちゃんいいね。万波選手、はい、マンちゃん打ってくれますね。マンちゃん爽やかなんだよ。はい、あ、相方さんみたいな、うん、頑張ってんなって、いやまだまだですよみたいな、うん、ジャッジみたいになれよって言ったら、お、僕好きです。あ、そうなんですね、うん、ジャッジ好きなんだ。 あのぐらいいけるだろって言ったら、うん、はいみたいな、うん、お前まだ比べてもらうの早すぎるだろって八木バッティングコーチが言ってたら、はい、いやあのぐらいなれるように頑張りますよって。お、いや本当にあのそのぐらいの能力っていうか、はい、すごい魅力的な選手が多いよね。そうですね。あと守備も戻りましたよね、あの一応ポジションが。あ、戻った戻った、はい、まあ、時々またファーストにはやってるけどね、うん、はい、まあ、だけど野手はね
打てない。あ、まあ、ちょっと松本剛、ね、万波、万波は勝負強いけどね、うん、マルティネス、はい、磯畑がな、良かった時に怪我するんだよね、足の速い選手ってありますね、そういうの、うん、まあ、矢沢がもう少し打たないからな、もうちょっと、うん、で上川端が守備がうまいうまいって言われながら下手くそになってきてるな、やっぱ怖さを知り出してきてるな。江越が3試合連発、僕もたまには打つんですよって、本当にたまにやったなって、そう調子が落ちてきてるしさ、いい時はねパパンといいんですけど、そこからポツリになってしまったり。あと野村勇輝選手、まあ、野村はね、こうもう三振とか変なバッティングしたら新庄監督がポーンと外して、はい、荒治療で再生してきたよね、うん、だまあここのところやっと上がってきたかなという感じがする、ね、うん、野村はね。あとやっぱ5月に抜けた清宮選手、この影響っていうのは全く感じないんだけど、うん、いやだけどいい時に抜けちゃったので本人が、清宮どうしてんだって言ったら、はい、やっぱ脇腹の肉腹れなんだって、あ、だからちょっと時間がかかるって言ったよな。でももうそろそろ出てくると思う。交流戦までに間に合うんですかね、どうなんでしょうか。まあ間に合うと思うよ。間に合った場合清宮選手どういうふうに起用、まあでも DH でいいじゃん。あ、最初そっか、うん、そっか DH で加藤豪介、はい、出てきましたね。出てきた、あ、まあ、やっぱり実力あるな、はい、だから楽しみだし、うん、ミスがなかったらもうちょっと上に行けてるよね。あ、3位とのゲーム差あるけどちょっとありますね、開いてるんですけど、ね、うん、だけどもっと縮まってるはずだよ、うん、えひょっとしたら A クラスっていうさ、はい、いうことになるかもから。いや、今までが失策がなかったらね、エラーがなかったら、だからどんどん減らしていく、うん、うまくなっていく、はい、で、やっぱまたちょっと変え出してんだよね。あ、まあ、ピッチャーによって変えるっていうのも分かるんだけど、はい、やっぱまず守備とかエスコになれる、またレギュラー、まあ、レギュラーって思ってないんだろうね新庄監督は。うーん、でもあの外国人、はい、ハンソン、いいです、ハンソンさん、いいです、ハンソンさん、いいです、ハンソンさん、はい、いいですね。あのハンソンはいいよ、うん、使えるよ、アルカンタラとの一番、アルカンタラもそう、はい、面白いな新庄監督は、うん、この外国人2人を一番使う今まで一番で外国人コンビって、いや、いないない、いないですよね。いやハンソン、いいです、ハンソンさんいいですよ。いいですか。あ、これ1、2番にしたいんですか。お試しで1、2番にいやいや、ハンソンを打てる打者を並べたかったっていうことだけなんじゃない、うん、あ、そういうことなんですかね。で、3番マルティネスとかさ、はい、使えるし、うん、4番の村、5番万波みたいなね、いいよ。いい、今川選手は、今川何してんだよいや、セ・リーグだと小園選手で、パ・リーグだと今川選手ですよね。今川は何なんだよ、お前。そうですよね、出てきてほしいんですけどね。何やってんだ、あいつ、うん、乗り遅れるなって、今がチャンスだから。そうですよね。いや、本当に、うん、チームも乗ってきてるところなので、そうそうそう、一緒に乗っかっていってほしいですけれどもね。じゃあ日本ハムがここからまた A クラスってなるにはやっぱりエラーを減らす。もうとにかくね、あの意識、絶対エラーしないとか、はい、そういう意識があると固くなっちゃう。そうじゃない、うん、絶対やっちゃダメだよ、うんうん、勝ちたいんだったらやるなって、そのぐらい集中して守っとかないと。そうですね、うん、ね、そんなまた豊さん言っちゃうと固くなっちゃうみたいな、うん、そんなんで固くなるようになったらやめろって、うん、まあプロですもんね、うん、プロだから、うん、それで飯食ってんだろって。そうです ね、はい、さあ5位の西武です。セーブな、やっぱその投手がやっぱ勝てるピッチャーが勝てなくなってるという、勝ち星がつかなくなってるという、まあ、冒頭にも話をしたけども、ピッチャーってそうなってるし、なんかこう歯車が合わんな、投打ともにっていうことですよね、うん、でやっぱりこう言われ出してきてるのが、またね、セーブの一番は誰にするんだとか。そうですね、一番が秋山が抜けてから決まらない、決まらない、ずっとですね、ずっとまた言い始めてるんだよ。いや、もうそんなことはもう信じて責任持たして、うん、ね、誰かにやらすとか、はい、もう決めないと、うん、いつまでたっても根なし草、はい、まあ、そうなっちゃうよね。これ誰が本来一番でもポジションポッと据えた方がいいんですか、ね、だから怪我する前の若林だったらいいよね。でもまあ若林も復帰してるから、はい、まあ、バッティングの状態がちょっと上がってこないけど、うん、もうお前一番だと、うん、とにかく出ろと、はい、どんな形でもいいから出てくれと、うん、いうぐらいじゃないとね。そうですね、みんなプリプリ
ブリブリ振りますね、あそこのバッターは。セーブといえばなんか三振 OK みたいなね、うん、そんな感じがする。でも状況がね、もう状況なだけに。いやいや、だからね、一時期トノサキが昨年でもそうだけど、はい、良かったですよね、まあ、入った時に、はい、やっぱトノサキが一番に入ると打線が落ち着いたとか、うん、それはメンバーが揃ってたからな、はい、森とかもいたし、うん、だから今は森もいないしさ、はい、誰かも抜けてるし、だそうです、だそうですよねそうですね、誰かも抜けてる、抜けてるから、はい、そんなね、その先をね、一番に持っていくっていうのはね、リスクがあるんだよね。ああ、逆にそう。だから打てるバットを一番に持ってて、打てないのが、だから、これから渡辺健と、はい、またキャラのこういうのが出てきたけどね。キャラ立ち。まあ、4番で使ってね、うん、2試合連続ヒットとか、はい、結果はある程度突き出してきてる、うん。だから、ここら辺がブレイクしてくれると、まあ、軸ができるから。だから新たな4番を見つけないと攻めないといけないってことですよね。まあそうだね、まあ、おかわり君、おかわり君で、おかわり君3月4月よかったです、ね、もう1年分にやっちゃったから、そんな、確かに違う違う、確かにもうね、俺にあんまり頼るなよって思うよ。そうですよね、まあ、それはやりたい気持ちはおかわり君もあるだろうけど、うん、体がついてこないよ。まあ5月になってしまったってことですもんね。疲れちゃう。そうなんですよね。これおかわり君6月またっていうのは、いや、あるある、やっぱ怖いバッターだし、はい、交流戦に強いバッターだから、はい、うん、だから息を吹き返すというかね、うん、まあ、そうなってくるとは思うけど、うん、あと5月の終わりで源田選手戻ってきました。まあ、そうだな、はい、だからまあ一つの起爆剤とやっぱチームをこう鼓舞して引っ張ってほしいよな。そうですよね、うん、いや、あの本当にその西武はなんというかもうちょっと不運というかなんというかですよね。なんかもう今年出だしから何を言ったんだ。違う奥歯に物挟まった。出だしからやっぱり源田選手がいなかったっていうのもありますし、途中でやっぱ主力が抜けたっていうのももちろんありますし、あのこんなはずじゃなかったっていう松井監督も、いや、それは思いはあるよ、強いよ。そうですね、だって投手力っていうのはすごく自信もね、うん、持ってたと思うし、はい、だそれが機能はしてるんだけど、うん、救ってやれないというね現状があるからね、はい、うん、だからまあちょっと厳しいよ。そうですね、何をやればいいか、うん、ここは苦しいな、はっきり言って。そんなにやっぱ苦しいですね、ちょっと見出せないぐらい。いや、苦しい苦しい。ただやっぱりこうピッチャーがね、はい、いいんだったら、うん、3点以内に抑えるから4点取ること頑張ろうって、うん、で野手陣4点取る、どんなことでもいいから4点取る、必ずうちの投手陣は3点で抑えてくるから、うん、高橋コーナーだったら2点、はい、ね、3点取るから、うん、今井もそう、2点に抑える、ね、野手は3点取るから、その3点を取るために必死になる、2点に抑えるために必死になる、まあ、そういうふうにこう考えていった方がいいかなというふうに。そうですね、まあ、今こそチーム一丸となってっていうところなんでしょうけど、ね、あとね、1番候補でね、昼間っているんだよ、あ、はい、ファームに、はい、もう結構打ってるんだよ、うん、打ってるけど上げないって。これ なんかあるんですかね。なんかまたあんのかなみたいなそうですね、もう西武だと疑っちゃうからね、なんかあんのいや、そうです、まあ、今こういう状況なので、 なんでだろうって、なんであれだけの、だからもう昼間しかダメだとか、ナイトはダメだとか。そっか、可能性。じゃあもう土日だけ上げるとか限定で。そしたらまた満床したら隔週でしか出れないからだから、ね、下では3割3分6厘とか打ってんだよ。上げてもいい成績なんですけどね。何かあんのかな。何かあるんでしょうね、きっと。普通3割3分6厘打ってて2ヶ月も経ってて1軍経験してないやつなんか多分いないと思うよ、他の球団で。なんか考えちゃいますね。だって前からだって阪神の、はい、ね、ファームで打ちまくってて、はい、交流戦と同時に上がってきました、はい、楽しみだよね、はい、昼間もそうなんないのかな。もしかしたら交流戦途中ぐらいからあんのかな。打線のチーム事情がこれなので上げてきてもいいと思うんですけど、ね、いや、一番打てるから、お昼間。あ、じゃ あの新たな一番候補として、いや、いいと思う、いいと思いますか、うん、昼間選手もちょっとキーということで、はいはい、さあ最後楽天再開です。まだあったか、はい、まだそうなんですよ。楽天はあの打率、防御率ともにワーストです。じゃあ勝てねえよな。はい、そうなんですよ。はい、終わり。いやいや、ちょっと何か見出してください。いやだってお前両方とも頑張れないんじゃ終わりじゃない。そうなんですよね。なんか救いがあんのかこれ。まあ防御率 3.28 で打率は2割9厘。そうですね、これもうちょっとで2割切っちゃうっていうところなんですけれども、打率
まあ、盗塁は走ってるけどね。そうですね、36とトップですね。何でしょうかね、何が起きちゃってるんですかね。うん、まあ、例えば田中将大投手だったりとか、ピッチャー陣、則本投手、まずマー君が勝てないっていうのが不思議だな。はい、だからマー君に頼るのはやめようも、やめよう、はい、いや、プライドだけで飯食えないから。やっぱ結果がついてこないと、どんなピッチャーだってレイブされなきゃおかしいよ、はい、それは、うん、岸も故障、あ、岸投手見てないよ最近。はい、見てないです。どうなった、あと則本投手、則本は投げてるよ一生懸命。ただその月間の投手席、早川もね、いいピッチングするんだけど、早川投手、はい、ひっくり返されるんだよ、あの後ろで。防御率、早川投手 1.64、 これは1位、防御率いいはずで、1勝1敗だよなんですけどね。話せんの、どう、だからその、いや、だから何を語れって、何を語れないよ。確かにそのいい材料が、ちょっと待って、お前が納得したの終わった、まあ、いや、そうなんですよね。いや、だからレギュラーをじゃあ誰なんだって、うん、俺は思っちゃう。でキャッチャー誰を育てたいんだって、うん、ファーストは誰なんだって、セカンドは誰にするんだって、はい、ショートは誰なんだ、サード誰なんだって、うん、誰も今は島内ぐらいだよ、浅村と、はい、この2人、まあ、あとは調子が悪かったら特化引っかえる、ね、そんなことしてたら落ち着くものも落ち着かないよ。そうですよね、うん、明るい兆しが出てこなくなっちゃいましたね。全くないよ。あとバニュエロス、エロスが飲んだ、いや、エロス81.00 って、まあ、話になるんだけど、どういう、どう一回やってみればいいのにな本当に81点取られるかどうか。そうですね、湯坂さん絶対そんなことはないからどうしちゃったんですかね、うん、まあ、助っ人陣が軒並みっていうところもありますし、まずはやっぱメンバーをある程度将来的なことも含めて固定で戦えることじゃないと、はい、新庄監督がやってる昨年の固定じゃないやり方とは全然違うからね。全く楽天はもがいてるから、新庄監督がお前たち、ああもう経験してこい経験してこいって、うん、ね、田んぼ耕してこいって、ほら見てみる、芽が出た、ね、で秋には稲になった、ほら収穫するぞみたいな、うん、ほら食べてみろ米になるだろうみたいな、うん、そういうことを教えてみた、はい、その米を食べた人間たちが栄養となって4位になってる、うん、今そうですね。そうでしょ、まうん、楽天のもがきは、うん、え、どこで食べするのみたいな、うん、た田んぼ探してるから、まず土地探しを今迷っちゃってるってことですね。いや、そうそうそう、どうしたらいいのかっていう、いや種がないみたいな、あ、いや、あるだろうって、うん、隠してるだけなんじゃないの探してこいよってはい、もう見つけられなくなっちゃってんだ。いや、もうちょっと負のスパイラル状態ですね今。どうにもこうにもっていう、なんかどうしたらいいんですか。いや、だから例えば全試合勝とうと思ってもどの球団も無理だよね、うん、そしたらこの中で早川、うん、ね、一番防御率がいいよね、はい、早川にだけは絶対勝たせるとかさ、うん、則本が投げた時には絶対勝たせるって、はい、そこに集約すりゃいいんだけどさ、うん、例えば5割でいくね、勝てるピッチャー、則本、早川、うん、もう一人誰だ、あと庄司、あ、そうだな、はい、安定してるよな、はい、将来的なことも含めて、うん、この3人の中はスペシャル中継ぎを作っとく、他のピッチャーが投げてるときはこのスペシャルは使わない、もうそのぐらい、おそらく5割でいけるっていう計算には多分なると思うんだよ、はい、その中でここが1つ勝てば4勝2敗になるじゃん、同じですよね、うん、全部が同じようなスパンでやろうとするから、うん、勝負はここだって、早川の時、則本の時、庄司の時、はい、そう考えるとやっぱ打線の組み方だって変わると思うしさ、はい、それ相手のピッチャー、ね、ローテーション調べたら大体何が投げてくるか分かるよ、うん、それじゃ山本、佐々木朗希とかそういうところに外す、はい、ね、早川をわけのわからんピッチャーに当てる時とその時にってことですね、そしたら打てるだろう、うんうんうん、だからそういうふうに考えていかないとやっぱ浮上はない、もうあの大胆に割り切った、もう捨てるところは捨てて、うん、勝てるところは絶対勝たせるという、それが石井監督ができるかどうかって、できないだろうね、あ、多分そっか、性格的にっていう、いや分かんないけど多分そうしないとダメだよ。そうです、ね、他のピッチャーの時っていうか、うん、それは失礼な話かも分からないけども、うん、まあ、勝てれば儲けもんっていうかね、はい、そのぐらいに考えるしかない。
そうですね、まあ、現在どちらにしても最下位、党もダモっていうだから全部勝とうなんて思ってるから、うん、で優勝なんか言っちゃうしね、はい、まあ、ね、言わないと母は納得しないと思うんだけど、もちろん、はい、まあ、だけどその例えばね、楽天なんていうのは下馬評で最下位にした解説者なんてほとんどいない、だから力はあるということだよ、ね、でも出し切れない何かがあるっていう、まず一つの問題点と、それと全部勝とうとする欲は捨てるという、まあ、この2つでちょっと見えてくるような気はする。あ、6月ここからちょっとでも順位一つずつでも上に上がっていくっていう、早川なんか勝てるピッチャーだけどな。そうですよね、もう早川がこの前なんか地方球場で、はい、あ、もうほぼ勝ちが決まった時の笑顔をベンチで見せたんだけど、初めてじゃないか早川の笑顔見たなんか泣けてきますね。いやいや、もう本当に早川が投げてる時に点取らないし、はい、投げて勝ち投手の権利もっと降りたら逆転されるし、もうね笑えないよ、冗談じゃないこんなチームみたいな。そうなってきてね、フラステーションなるなるなる、うん、だからその全部勝たなくていいから、はい、ね、勝てる人はいるし打てる人はいる、そしたらそこをこうマッチさせる、で中継ぎに入ったらやっぱこのスペシャルを置いとくとか、はい、そういうことしない。そうですね、もう割り切った大胆な采配を振るっていかないと。いや、そうだよ、そうした方がいいよ。そうですよね、はい、さあパリーグ6チーム見ていきましたが、さあ1ヶ月後、はい、今の順位がどうなっているのか。申し訳ない何もないいや、になってどうなってるのかわからない。いやでも楽しみですよ ね、 楽しみだよね。あの本当にあの下のチームがやっぱり一つでも順位上げていってほしいっていうのもありますしね、まあ、競り合いになってほしいな。そうですね、はい。